で、ちょっとじゃあ、今までの話をまとめて、一つ例題を解いてみたいと思います。この例題は10進表記から2進表記を求める例題なんですが、マイナス91.1を2進数で表記なさいという例題です。で、小数は以下の通り表して条件をつけるんですが、有理数は有限小数か循環小数で表しなさいと。それから無理数は小数第9位で四捨五入しましょうっていうんですけれども、この数の場合先に言っておきますと、循環、2進の循環小数で表せますので、2進の循環小数で表すということにします。それから、今回この例題ではその負の数を2の個数で表すという技も入っていますので、ちょっと注目してください。負の数は2、整数部8桁の2の個数で表すということにしております。で、まずですね、今日のこれまでの計算から、まず91、当たられた数はマイナス91.1だったんですが、とりあえず符号は除いて考えると、91.1という数をまず10進数を2進数で表すということを考えますね。そうしますと、まず10進数の91は、今日最初で扱いましたように2進数ですと、101101011という表記になります。それから、0.1の、10進数の0.1っていうのは2進数ですと0.0で、あと0011が循環して続くような表記になります。まずここを、押さえておいた上で、91.1をですね、10進数の91.1を2進数で表しますと、これは基本的に整数部の2進表記と小数部の2進表記をこう合わせればいいですから、こういった形の表記になります。で、ポイント、次のポイントは、このマイナス91.1ですね。今度はマイナス、これにマイナスをつけて、これを2の個数で表しましょうっていうのがポイントでして、で、今ここで表す、2の個数は整数部8桁にしていますので、整数部8桁ですから、この場合、そうか、ここにありますように、本来この91は7桁なんですけれども、2の個数を考慮してこう8桁で表しています。で、8桁目は0ですけれども、一応これ0も書いておくと。で、2の個数で表した場合には、前やった時のルールをそのまま使いますと、まず0と1を全部反転させなさいと。整数部については0と1を全部反転させます。で、前紹介したルールでは、0と1を全部反転させたら1の位に1を加えなさいっていうことを言っていたと思うんですけれども、今回、循環小数を扱うときにちょっと異なるのは、この循環小数の小数部も1と0を反転させなさいと。これで終わりっていうのは、今回のルールのちょっと前回と異なる点です。前回のように1を加える必要はないということですね。で、それがなぜかということをちょっと説明しておきます。ここにありますように、もう一回説明しますと、その循環小数の符号を反転するときには、全ての桁を1を0、0を1にするだけで、その前整数の、2の符号を反転したときに1を加えるようなことはしないということに注意してください。で、これ実際にこの91.1を2進表記した数と、それからマイナス91.1を2進表記した数の和を取ってますけれども、結果としてはこの和が0になればいいわけですよね。で、整数部に関しては、ちょうどそのこちらの表記にありますように、そうか、まず小数部からいきましょうか。小数部を見てみましょう。小数部を見ていますと、注意するポイントはこの循環節なんですけれども、これ91.1の2進表記の循環節は0011がずっと続くと。で、一方でマイナス91.1の循環節は、この1100がどんどん続くと。で、これ両者、あと小数第1は、0と1を加えるんですけれども、で、これを加えた結果っていうのは、実は小数点以下っていうのは全部1がずっと続くことになるんですね。で、1がずっと続くっていうのはどういう数かっていうと、実は
1に等しくなるというのは皆さん大丈夫でしょうか。これは、諸項が2分の1で公費が2分の1の等比数列の和なわけですね。でそれをずっと桁数をどんどん大きくしていって極限を取ると。で皆さん実数の定義覚えていると思うんですけれども、実数の定義っていうのはこの収束する数列の極限値でもう定義できるっていう話がありましたよね、実数の連続性から。でこれでこの数列っていうのは実は1年収束する数列です、級数ですから、結局この小数点以下の二進展開した時の 0.11111 っていう小数並びっていうのは実は実数1を表すということになるわけです。そこで、この小数部を加えると1になります。で最後この上のですね整数部のも加えると、この2の法数の定義からこれ全部の桁が11111になるんですけれども、その最後小数部のこの1を加えることでちゃんとこの整数部も0になると。もちろん符号の部分の桁振りを除きますけれども、それで0になるということで、うまくですねこの循環小数の循環部の和からが1になりますので、そのこの2の歩数の表記というのがその逆数のですね定義を満たすということが分かると思います。ちょっとこの件まだややこしいかもしれませんけれども、いずれちょっと各自で復習しておいてください。ここまで質問ありますでしょうか。はい。ということで、今回はそのフォーナー法による一変数多項式の評価ですねということを扱いまして、まずフォーナー法のアルゴリズムと計算量について説明しました。それからフォーナー法と関連のあるその計算として、皮膚の整数の二進十進変換と、それからあと小数や分数の二進十進の変換の方法と、その中身その意味についてですね紹介いたしました。ということで、次回はですねこの多項式や多倍長整数の乗算を中心に扱っていきたいと思います。ここまでよろしいでしょうか。それでは今日の講義はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。